では設置を開けてください。この前の続きですね。使徒言行録19章、1節か、ね、もうあくびですか、ね、もう眠たい、もうあくびもう寝ますか。使徒言行録19章の8節から20節までね、お読みしましょう。私も負けてない、ページ数で言いますと251ページですね。上の段の8というところね、パウロは8節からね、250、新約聖書の251ページです。パウロはカイドネに入って3ヶ月間神のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。皆さん、確かに神の私が私が出口をしようとはせず、最初の前でこの道を避難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちを教えに向かせ、ティアの御首の方法で前に進めようとしていた。このようなことも2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰も主の言葉を聞くことになった。はい、次。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。はい、皆さん。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、心の身に主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の最主張スケブという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ、切りつけられて、その家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人全てに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきりと告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて、皆の前で癒やしてた。その値段を見積もってみると金貨2万円になった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。アーメン、アーメン。今日はここからお話しますね。このパウロさんはですね、3ヶ月も神様のことを大胆に論じ、人々を説得しようとしたとありますがね、だけどもやっぱり信じる人がいない、少なかったという、かたくなでやった人もいたと、あるいは非難する人もいたとね。それからまた別のティラノという街道行動でね、論じるとかね、いろいろしてて、このようなことです。2年間もこのアジア州、アジア州といったら今のこのアジア州じゃないよ、ね、今のアジア州といったら日本も入りますからね。アジアって広いもんね、ソビエトのウラル山脈から東か、ね、それからトルコはアジアに入る、イスラエルもアジアに入る、アラビアもアジアに入るな。それだから広い範囲でね、インドも入るしね、インドネシアも入ると。
リア州に入る俳優の韓国ね、今入りますね。広い範囲でしょ、中国も入るしね。そのような意味の、広い範囲のアジアじゃなくてね、アジアという起源になったのね、そこのトルコの地方行って、そのアジアと区別されたのに、小アジアという、ちっちゃいアジアと書いて、トルコのアジアと呼ばれてるんですけどね、そこから始まったみたいですけどね。まあ、この当時のアジア州という言葉はね、トルコでは大体トルコ地方のことを言っていると考えていいんですがね、そこで2年間もイエス様のことを説くことになった、伝道することになったというわけですね。それからパウロ様はですね、まあ、その時の出来事でしょう、いろいろな働きをするわけですけども、目覚ましい奇跡がね行ったと。パウロの手を通して目覚ましい奇跡が行ったって11世紀に書いたでしょ。現代はね、現代のキリスト教は大体パウロさんのような神学者というか聖書のことに非常に詳しい人ですね。そういう人はもうそちらの方の学問の世界に入ってしまってね、現実にはあまりそんな奇跡のものは伝道もしないし、奇跡も行わないと、行えないと、ね、形になってしまってますけどね、本当は全部できる、ね、もう聖書のことも話するし、伝道もするし、それから悪霊も追い出す、病気も治す、ね、全部したわけですよね。それが本当の救いですから、ね、人間ってやっぱりね、自分の日頃やってるものがそのまま考え方の中に出てきますからね。日頃やってるって日常生活の中でね、奇跡をいっぱい体験して病気がどんどん治る、悪霊がどんどん出ていくと、すさまじい神様の働きが起こるということはね、またそれだけのものの考え方も全部そういう考え方の中に入るわけです。ところがそういうのが全然起きへんからね、考え方までおかしくなってくる、ね。それはそうでしょ。その人が日頃生活をしている生活の中で出会っていることがそのまま本来は考え方になってくるわけですよね。だけどももう、まあ多くの場合はね、そうじゃなくて、もうそのもうね、不思議も何もなくなってしまってですね、そのうちね、全然昔から伝えられた教えだけを、まあ、語っているという、というだんだんなってくるんですけどね。そうすると、その教え自身も力が入らんというか、ね、昔から言う手前で聞いとくから言うだけというのになってしまいますからね。もう聖書は最初から、私たちの神様は全知全能、ね。全知全能ということはどういうことかというと、何でも知っておられるんです。ね、全能ということは何でも全てできますということですからね。何でも知って何でもできる神様ですから。その神様を私たちは信じる。そしてその神様は私の中に入ってきてくださっている神様の霊として、ね、私の中に働いてくださっている。だからもう神様はすさまじい働きが私を通して起こる。それをまた見る、ね、それが私たちの信仰であり私の恵みなんでしょう。昔起きた書いてある通り、聖書に書いてある通りのことが今も同じように起きてるんです、起きるんです、ね、私たちはそういう恵みの中にいるんですよ。ところがそれがね、残念ながらもうどっか行ってしまってるからね、教えの足になってしまってるところが結構多いですから、その分影響されてね、信仰が落ちてまうなどにならへんよね。聖書に書いてある通りに信じる、そしてその通りのことが起きる、ね、そして本当の信仰、私たちの信仰がいよいよ本物になっていって、いよいよ神様の恵みの中に導いていられていく。日々ね、神様にありがとう、感謝する、そういう生活をしていくんですよね。そしたらもう当然いろんな方で素晴らしい教会があるからね、一緒に行きましょうね、支えるようになりますね。恵みはあんまり感じられなくなってしまったらね、
まあ、誘う気もしなくなくても、まあ、だんだん治ってるんですけどね。一生懸命神様に信じます。祈ります。賛美します。聖書を読みます。ね、もうこの集会の中でせっかく来てるんですからね、大きな声で賛美する。大きな声で祈る。ね、そして神様の御名をいっぱいいただきましょう。ね、神様は私たちに信ずる者に、一生懸命祈る者に、一生懸命賛美する者に、神様、豊かに働いてくださいますからね。今日のところですね、そのところは、まず奇跡が凄まじい奇跡が起こられたのでしょ。それがなんとね、身につけたこの12節ですね。彼が身につけていた手拭い、前掛け、ね、パウロさんが前掛けしてた。手拭いさんとか前掛けて、まあ、今のエプロンとはちょっと違うやろと思いますけどね、まあ、少し現代のものとは違うとは思いますけども、それらしきものが彼のところにあったんでしょうね、つけとったんでしょうね。それをね、要するに彼のもの、要するに規定のものでも何でもね、それをもう持っていって病人に体にかける、あるところにかける、そうすると病気も治っとった、悪霊も出ていった。これはね、悪霊が出ていると書いてありますけどね、病気は悪霊がもたらすものだと思っていましたからね、もう同じイコールなんです。病人イコール悪霊に疲れた人、悪霊に疲れた人は病人、もう一緒に考えられてましたね。現代はね、病気は悪霊が取り憑かれているって言ったらね、もうみんな笑われますよね。ね、でだから医学の常識とかでね、現代のものの考え方の中ではね、あんな悪霊悪魔なんかそんなものが取り付いてるなんてのね、迷信だからね、古いバカな教えに惑わされているとね思っとってる人はほとんどです。だけどね、実は聖書に書いてある通りなんですよ。病気は悪霊がもたらしています。病気だけじゃなくてね、人間の罪から始まる人間のさまざまな不幸は悪霊が基本的にはもたらしているんです。ところがそれがね、科学もいろ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 発達してきてですね、病気は病原菌、ね、病媒菌が起こると、ね、だんだん分かってくる。だからもうばい菌が働いてる。まあ昔は亡くなった赤痢菌なんだったな、あったな、赤痢という時だったな、赤痢菌が働いてると。だから僕もかかったんやけど、結核ってね、結核は結核菌が働いてる、菌が働いてる、ね、もういろいろいろな怪我したら産む、怪我したら産むなんて、もう今あんまりさっとこうテープ貼っちゃってもうほとんど産むっていう体験しないかもしれないけどね、僕らの子はもう怪我したり泣いたって骨がほったらかし、だから血は出てくる、たったら垂れ流したまま、垂れ流したままふかしてたら固まってね、まあ、自然と止まるとというようなことが多かったんだ。ほったらかしですからね、もう僕らの子供は何年かもほったらかし、死のうが生きようが、シャンかいシャンマって感じで、まあまあそのぐらいでね、まあひどい、今から考えたらひどい時代というのがありましたのでね、もう怪我したら産むというのはね、そういう体験を私たちはしたんですけどね、それでしばらくの間苦しんでいたんですけどね、早く治療してたら治っとったというね、なんでもっと早くとね、薬つけへんのかというね、まあ、僕らの子供は幼稚とか赤稚とかいうのね、まあね、つけ塗ったらね、それでまあ産まなかったということでね、塗ったりしちゃったんですけどね、聞いたことないでしょ、今産めない人したんやけどね、だまあそういうとにかくそれでなぜそれが産むのかというか、要するに難しいだと可能するという言い方するけどね、それはその バイキンがおるんだから、バイキンがそこで繁殖してね、それで
その海が出てくる細胞、細胞をね、まあ、噛むというのかしら、ね、それを人間の体をね、まあ、餌にしてね、それで人間の体を家にしてそこで住み始めるというね、それで家を借りて、ね、それを同時に食料にして家がそのまま体がそのまま家、家と食料が同じっていうのね、なんかお菓子の家ってあるやん、こんな感じやな、ね、食べ物と家が同じみたいな形でして、バイキンがねそこで救うと、それでしかもバイキンが子供を産んでね、どん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 とバイキンがバイキンを産んで増えてくるというね、ますますその体というのはあのその虫じゃなくてバイキンによってね、あの減っていくという、で増えていくのは海だけという、海というのは、まあ、あのね、あの海というものはね、そういうバイキンが食べた食べかすっていうのね、うん、そんなんばっかし増えててね、それでだん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 とそのバイキンが増えてきてね、人間の体が蝕まれていくというのね、今はあんまりそんなんないけどね、もうよ昔あったら、今そんなことなんかもう分かってるからね、最初から初めからね、もう治療してね、あんまりそういう可能なんてなると思うなんてことはもうないかもしれないけどね、もう昔はそんなんやったら、それでそれを顕微鏡で見たらね、あのこんなバイキンがおるぞよかってね、それでそれは原因はバイキンがもたらしたとね、そういうふうに、まあ、結論を続けるわけやな。ところがね、だんだん医学が発達してきてね、分かってきたのがね、その、 あの単なるバイキンだけやねということがね、まあいろいろ分かってきたわけだな。一番典型的なのは結核という病気なんだけどね、結核という病気はもうそこらもうバーバーと飛んでるね、飛んでるわけや、いくらでもおんねん、あるいはこのね人間の体にこうその可能させる腐らせるそのバイキンね、それやったってどこでもそこら辺飛んでるわけあんねん。僕それを勉強して研究することはないけどな病院に勤めたから分かってるんだけどちょこっと医学の勉強はちょこっとな2年ほどしたからな、それで教わったからな、知ったんだけどな、難しい名前でその、あのバイキンの人をその海というかね、だんだん可能させる菌をブドウ状球菌言うんだけどな、なんでその名前がついたかでねそれ覚えたわけね、それケミカルみたいなね、ブドウの房みたいな青色が見えねね、それでそういうのが増えてきてね、可能させるとかね、まあ、そういうのいろ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 ね勉強したいな、うん、でそれでところがね、人によってはね同じようにやってもとってもこう可能しない人とね、やたら可能する人と、ね、体によってね、なんかやたらこうそういうバイ菌が増える体質というか増える人とね、あんまり増えへんという、同じようにケガしてもそのもう治ってます人とね、病気やったってそのね、なんかね、また結核の場合は典型的なんだけどね、結核菌をみんな吸ってるわけ、同じように吸うねん、それである人はそれがね病気にならへん人とね、何ぼでも吸ってんだけどそっちも平気だという人とね、そういうちょっと2つに分かると、でなんでそうなんだか言うたら、体に弱ってる時にねそういう結核菌を吸うとね、その結核菌の方が強い力があって人間の体がだんだんやられてくるというね、だから体が弱ってる時にそうなった、栄養を取っとかないかというのね、栄養が足らんときにそうなったのとかね、いろいろいろ説明したら、あっそうやなーというのね、納得できるようないろいろあるんですよ、ね、だからそれは全部そんなのあれへんというわけじゃないんです。だけどももっと基本的な大なことは何か言うと、そこに悪霊が取り付いてるかという、悪霊があるいは働いてるというね、そういう現象が本当はあるんだということを、まあ、もっとか探求していく、調べていったらね、分かるわけなんですよね。それはいろいろ説明はできるんですよ。だけど本当にそうか言っても一生懸命調べていったらもっと別に原因があるんちゃうかなってことね、分かってくる。
そうすると聖書に書いてある通りなんだ。あ、これ、あら、これがおったんだ。これ、追い出したら、何や、全部治ったんだっていうね。わかるんですよ。だんだんね、そういう私の話聞いてると、なんとなく分かってこられた方は分かってこられたと思うんですけどね。やっぱり学校でね、もう小学校のとこからね、もう理科の勉強とかね、中学校のところも同じ勉強してるし、ことはコメントするでしょ。そしたらもうその書いてある通り、この原因が、病気の原因だ、問題のいろんな原因だと思わされてますから、その通りだと思う。そのところにね、この悪霊がおってね、悪魔がおってね、もうこの病気にしとんないって言われたら、わははは、みんな笑うわな。ね、私も半分笑う。ね、半分よ。ね、だけども、実は、ね、そういうのは全然無視してないですよ。そういうものはあるんだけど、もう決定的な原因は何か、悪霊、ね。それは分かる。でそれはね、だって、お祈りしたら悪霊出ていくって言ったら病気になっちゃう。なんぼでもある。ね、そういうね、不思議なことを体験してみるとね、あ、原因はバイ菌ではない。原因はこの人の体が弱ってたわけじゃない。この人は、でも根本的な原因は悪霊が働いてたんだっていうね、わかるんです。で、これを持ったらね、これが本当に分かってきたらね、あ、聖書に書いてあると。そして昔起きたことは今も起きる。ね、あるいはこの昭和でやっとる。ね、この地方でね、まあ、地球の裏は真裏でもないけどね、まあ、地球の裏側みたいなところにね、起きたこともね、今も起きる、ね、地球の海で真裏ってどこか行こう、ブラジルぐらいかな、ね、ブラジルのサントスぐらいかな、日本の加古川ぐらいになるかな、ね、まあそのぐらいね、ちょうど真裏になったところね、トルコあたりは真裏でもないけど、まあ、かなり裏と、ね、いうことになるんだけどね、そういう裏、地球の裏かみたいなところで起きてもね、今の日本で起きることも同じなんです、ね、それは悪霊が働いた、ね、それでこれを追い出せば病気治る、いろんな問題全部解決すると分かってくるね。それ誰がそれをしてくれるの？それはイエス様がされる。イエス様の名前によって主イエスの名前によって出ていけ、悪魔、悪霊出ていけって言ったらね、もういや、いやいやって言うとね、2、3回ね、信仰を持ってですよ、信仰を持ってね、もう追い出してほしい人もね、追い出す方もね、両方ともね、信仰を持てばね、もう悪霊はね、もうおられへんわけだな。でそのままでいろいろ抵抗するよ、ね、いろいろいや、いや言うですね、もう最初は何も言えへんけどね、その何回も言ってるとね、なんだかんだ言い出すんですよ。で、ぐちゃ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 文句言い出しますからね、お前誰だって言ったらね、取り付いてる霊部で物を言うことがあったりね、あるんですよ、その通り。それもね、なかなか信仰持ってやらないとね、最初の時はね、そういう体験がない人たちはね、大体せえへんけどね、まあ、信仰を持ってる人はね、それをその通りやってみようってやり出す人が持ってるんですよ。そうしたら、その通りのことが起きてくるんですよ。ね、で本当に信仰を持ってね、もう全身全霊を込めて、それを追い出すことをやり取り分かればね、それは時間がかかる場合もありますけども、まあ、早い遅い、いろいろありますけどね、悪霊は必ず物を言って、いろいろ抵抗して、ああでもない、こうでもないってね、もういろいろ言い出すんですけど、またこっち言い出しやすくて、こっちおもろいからね、相手したんですね。うん、向こうの方も相手してくれますから、余計面白くなってくる。いろいろ昔いろいろやりましたね。もう私たちの信仰は、もうこの開拓伝道のね、初期の頃ですよね。米田町、島ね。今は、なんだ、とんかつ屋さんなんですね、とんかつ屋さんでね。モリスの、まあ、じゃないですかね、モリスの一番南の端のね、出口のところ、出たところに、とんかつ屋さんあるでしょ。古いやつ。精肉店の。知らせん、まあ、一遍見たら、あ、ここにあったんやねって思ってください。ね、うん、そこにおっちゃんおってですよ。もうその人は悪いけど、もう自分をそのまま精肉店として、肉として売り出したんで、ね、なるほどね。ちょうど、そういう感じの人だったんでね。
あ、ネクレのおちゃんこんな顔して顔しとってるなと思うんですけどね。まあ、そうなるとめちゃ悪いですけどね。まあ、久しぶりにこの間話できたんです。あんた どなたせんですかねって言うから、言う感じで言うから、交流私前戻った日もですよ。まあ、あの時お世話になりましたってね、久しぶりに話できたんですけどね。まあ、そういうおちゃんおってですけども。本当にね、神様って不思議なことされるなと、いつも思う。あそこはね、もともと教会になったところだからね、霊的なところだったね、教会の霊的なところね。こんな肉屋さんだったでしょ。肉的なところだったわけやな。だから霊的と肉的っていうね、聖書には出てくるね。だからあんまりそういうことは使わないから、何のこっちゃろうな、ね。ただもとですけどね、聖書にあるからね、そういうの肉的なところ、霊的なところってね。で、神様のことは霊の世界のことを扱うでしょ。だけど、この世というものはね、この世、ね、信仰のない世界というのは、もう人間を見たらね、もう霊の世界を見るというのは反対のね、まあ、心の中を見るというんだよ、見たら分かりやすいかもしれないけど、まあ、心と霊はちょっと違うよ、ね。だから、その心というものを支えている霊ね、霊の世界から、物事を考えようのは信仰の世界ですからね。けど多くの人はもう目に見えるその体の部分でね判断しますからね。だからこの世は体は肉でできてるからね、肉的と言い方するんですけどね。だから今度は肉的なところになってしまったなと言ってね、まあ前に言うたこと言うよ、何べん、まあ、先生よ、まあ、同じ話ばっかりするというかもしれないけどね、まあ、そういうところになったということはね、もう事実ですから、神様は面白いことされるなと思って、いや、本当に神様って面白いことされますよ、ね、そのところからね、またね、ある兄弟が来ておられますけどね、本当にすごい不思議なことだと思います、神様はすごいことされる、ね、だから、神様はすごく私たちの教会と共にね、働いてくださってますよね。私たちの教会はね、私はつくづくね、寝ても覚めても思う。私たちの教会は神様がおられる。神様が私たちの教会を支配しておられる。そして私たちの教会は特別に神様は選んで、祝福してくださってます。ね。今日、私の教理の方にね、葛西市の方に行ってくださった兄弟にね、いや、今、お前のところの教会に何人ぐらい通ってるんですかって、まあ、25人から50人ぐらいですってね。今言われたらしいですけど、もうちょっと多い人数言っとってるから頭が足りないなと思ってるんだけど、まあ別にね、まあいいですけどね、まあ人間ってね、何人ほど来たんだよ、なんか気になるらしいね、うん、そやね、いやもう500人ほど来てますからね、うわーすごいなーってね、いうよりね、25人ぐらいでね、50人ぐらいでね、500人来てますって言ったらね、このね、聞こえはいいんですけどね、5000年ぐらい来てますって言ったら、もう目もいっぺんにね、うわーすごいな、行ってみようかな、思うかな。スケールメリットと言いますよね。大きくするとね、また大きくするとみんなが集まってくるね。それだけ見て、ちょっと少なかったらね、ちょっと少ないって言うからね、じゃあありがとうか、言うならね。だからよーく来てるって言ったらね、もう何でも何やらんでもね、行こうか。ね、そうでしょ、そう思うでしょ。何か見よったらね、行列がダーッとあるでしょ。ね、何打っとんねやろ、思ってね、並んでみる。とりあえず並んでみる。あんた何買うんですか、言ったら、何しに来たんですか。いや、わかりません。あんたは何言うか、わかりませんって、ね、並んでるってね、まあ、あったりしてね、まあ、人が並んでたりしたら、並んでるようなね、私ね、みんな買ってるか買ってみようかというね、まあ、そういうところありますからね、まあ、そういう、もう、スケールの大きいというところがね、まあ、人間を引きつけるものがあるんでしょうけどね、まあ、話してたように別のところに行きましたけど、とにかく、神様の目もね、私たちの教会は特別に現れています。神様が宿ってくださっています、働いてくださっていますよね。その一番極めつけというのもね、もう教会やり始めてから1年半ぐらいの時にね、実際イエスも来られたね、私に教会に来られました、ね、それ見たいと思ってな、もう何回言うやろって言う人とね、そんな話初めて聞いたらいいと思ってると思いますよね。イエス様は私の教会に来られたんですよ。それその忘れのうちにね、絵にしといてくださいってね、これ出していいのかな、まだ先生の出しようと言われるから、全然知らない人もいるから、イエス様来られた、忘れのうちに書いておいてくださいってね、書いておいてくださいな、
書いとくよ。どれだ。これ、本にしたよ、その後。うん、これ、これ。これね。イエスさんおられます。ね。これ見た、みんな見たでしょ。見たことない人、多い。じゃあ回してください。北野さん、回してください。これ、見てください。回してください。それイエス様来られたね、忘れるに書いておいてください、ね、うん、それイエス様だからね。いや、それでね、もう声も何回も言ったけどな、僕もだんだん疑ってて、そんなこんなね、あの田舎でもないけどな、この加古川のね、こんなとこにな、ちっちゃい教会にな、イエス様来られた。イエス様もしんどかったり、迷惑やってんじゃからと思うね。ね、うん、ね、こんな小さな教会、その時に、なんで10人も来なかったかな、ね。まだ始めたばかりやったからね。そやな、集会でも5人も来なかったかな。そんなところでね、イエス様来られてね、イエス様はわざわざ来てくださった。ね、もうそれやって多忙なイエス様やね。忙しいならイエス様だったね。助けてくれって言う人いっぱいあってるんですから、それはもっと大きな教会に現れたらよかった、まあ、もう簡単でよかったんじゃないですか。ね、もうこの辺教会に来てね、それで、イエスさんご苦労さんでしたとね、言ったところだな。だからね、もう絶対これは嘘やと。ね、あんな、あんなことあるかいって言ったらね、まあ、思っとったわけですよ。ね、ところがね、それを書いてくださってね、まあ、後にその人本にしたんですよ。その書いた画用紙のね、それを、まあ、辻田さんいう人ですけどね、あの、イエス様書いたわけやね、こう書いてね、それ、その同じやつですよ。それをね、本の間にね、本の間にこう、置いとったわけです、ね。本の間に、本立てに、ね。それでこうしとったわけね。それで息子がね、辻田さんの息子が、ドラ息子がね、おりましてね、あの、2番目の次男さんに、ほら、おらん、金貸せ、金がね、ね、ちょっと困ったね、金貸せ、ね、で、バカだ、金なんかあるかい、ね、いや、不意わけや、ね、で、押し問答です、そんなのあるはずないって、ね、何も言うとるかってね、金なんかないってね、言うわけでしょ、ね、そういう論争するわけ、押し問答、何を言うとるか、お前、どうせお前、この本棚隠しとんちゃうかい、で、本取ってパッと。パッと開けて、パラパラパラ。え?ギャーってね。その当時ね、一万円札はね、誰が書いたかって、聖徳太子さんが書いたね。聖徳太子さん。今は夏目漱石か?え?福大夫じゃん。ごめん、と夏目漱石なんです。千円札か。五千円札が樋口氏よ。ちょっと図柄が変わってきた。今は、なんだ。今言うたらね、福沢諭吉な、福沢さんな、いや、福沢さんが出てくる、福沢さんじゃないや、その前は聖徳太子なんだよ。聖徳太子さんがね、この人、知ってよ、この人、ね、しゃもじみたいに書かれてましたよ。それが出てくると思ったんや。そしたら、なんと、ね、イエス様が出てったよ、そのイエス様が。ね、ぶっ倒れたよ、ギャーってね。それでもう食べてるもん全部吐いてタッとどっか行くんだ、ね、そういうことがあったわけや。だからそれはやっぱりあれはイエス様で間違いない、ね、もう思わざるを得ないわけやな。これも何回も話したな。だからね、もうその何回も話しても初めて聞く人もね、一人か二人おってると思うからね、話してるわけやけど、ね、まあ、そんなんで神様は私たちの教会に来てくださった。ね、だから特別の神様を覚えてくださってる。だから私はね、もう、もういろ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 ね、まあ皆さんも何回も言ってることなんだけどね、で私はもう特別にね、神様に選ばれてこうして牧師の仕事をさせてもらってるということね、もうつくづくそのものすごいことなんだと、そしてものすごいありがたいことなんだと、そしてお前何しとるかも、本当にもっと感謝せなあかんと。ということをね、もうすごく思わされるわけです。ね、いや、時々逆に思うんですよ。私今どっかのね、
そこらでおっさんともね、ちゃんかね。うん。何も僕せんかったら他の仕事しとってええんちゃうかね。うん。まあ、まあ、いろいろあるやんな。な。いろいろ、いろいろね。あの、しょうもない仕事、しょうもないって失礼ですけどね。まあ、いろいろ人間、仕事あるじゃないですかね。まあ、もう、もともと農家の生まれなんだから。ね。百姓しとってええねんな。ね。まあ、百姓やったってな。規模大きいしてな。うん、まあ、今の10倍ぐらいの規模の銭湯食っていかれんだしけど。ね。まあ、今のね。あまあ、兼業農家ってやつやからみんな大体その人ばっかりや、まあ、農家だけで食べてる人ってほとんどおってないわけだけどね、それ以外に他の仕事しょってないわけだけど、まあ、親もやってたお父さんもやってた仕事は後継いだらええやないかね、まあ、そんな人多いでしょ。で、まあ、平凡に過ごしたら平凡が一番ええんちゃうからね、そんな考え方多いでしょ。そのままでそのと思うのそうじゃないんだ、そうでないことを私は特別にやらされたんだ、いや神様はそうしさせておられるんだ、それはそのことはね、やらされたなんて言い方に神様は特別にね、ありがとうと感謝しなければならないっていうことね、ものすごく最近思わされてるんです。で、皆さんもね、この教会に導かれているってことはね、これはもうそのすごいことなんだ、素晴らしいことなんだということね、本当にいつも感謝してくださいね。で、いつもありがとうと生かされている、私がまず生かされていること、で、私が今日ね神様の前にお嫁ができること、でこの言葉、聖書の言葉を聞けること、でこの業界に来れてること、これどんなすごいことなのか、素晴らしいことなのか、いつも感謝してくださいね。でも今日の話はね、今日書いてる、いっぱい書いてるんだけどね、書いてる通りの話せないかんけどね、うん、まあ、全然違う話になっちゃったけどね、パウロさんはね、まあ、いろんな論争というかな、論じたと説得しようとされた、これも最初の出だしのところでね、それからあっちの街道、腰の街道で話して、行動で話したとかね、いろんな人を相手に話されたわけですよね。けどそれは今も言いましたように、その実践というか日頃のやってきた彼が体験した行いを裏付けに語ってるわけですよ。で、実際の行いのない人、実際の体験のない人は実は本なんか書けないし、何も人と議論すらできないんです、ね、そして伝道活動なんか全然できない。結局大事なのは、その人の体験しなきゃダメなの、どうにもならない。で、体験した中で、という、もうびっくりするのが山ほどある。そして聖書に書いてある通りなんだけど、分かったらね、まさにその通りなんだ。それでそのところで神様のことを伝える、これがただ人の心を打つわけですね。そして多くの人が導かれてくるようになる、ね、そうやってくださいね。それで皆さんもね、できたらもうパウロのようにもう生きられたらと思うんですけどね、まあ、それぞれまあもちろん使命が違いますけどね、パウロさんは、まあ、大胆に福音を語って悪霊を追い出した、ね、でそうしたらその中にね、その真似するやつもっていうね、うん、もういい、あまりにもその働きが大きかったんで、もうそろそろ終わらないんだよ、こっち時計あったら、こっちもちょっと調子狂っちゃった。あれはな、12時かいね、もう終わらないからね、ね、え3分4分でね、僕は夢中になるとね、いらんことばっかり言うてね、世代の話やね、後の方でちょけとけってね、なってしまってね、先生の話は今日は、ね、何の話だったんですかなってしまうね、残念でしょう、ね、大事なことは言わないから、結局これを真似した人もおるから、ね、で真似もした人たちがどないしたかというと、イエス様の、いや、そのパウロさんや人たちがね、イエス様のお弟子さんたちがやってるのを見てですね、それでこの奇跡はどないしておったのか、どういうしたら悪霊が出ていったのかというね、それはイエス様の名前によってした、主イエスの名で悪霊を呼び出した、主イエスの名で命じる、悪霊出ていく。ね、そういった時に出ていった、あふれが出ていった病気に治った、いろんな問題が解決したというね、そういうのを見てて、もう表面的に真似するだけ、ね、ところがその表面的に真似したという、それだったら奇跡を起きた。なぜだってなあ、あのね、パワーさんが着とったものだって、かぶってたものだってね、それちょっと貸して持ってってね、ね、こうで置いたらバーッと治ってまうという、というね、ことまで起きたという。でそういうのを見てるとね、みんな表面的なもんで、
外見だけ真似して、それで信仰なんかどっか吹っ飛んでしまった。いや、信仰なんかって奇跡が起きるということが、現実に起きたと。いやね、それはそうだと思いますよ。あまりにね、すごいね、奇跡が起きるとね、もうすごい奇跡というのはね、もうその人が信仰があろうがなかろうが、もうそんないちいち信仰がありますなんて、どんどん届らへん、尋ね取らへん。もうそんな信仰がなかったって、ボンボン起きるというのね、バンバン起きるというかね、そういうことが、どんどん起きてくるというのは、それはすごい奇跡なんです。あのね、神様が信じたらね、そして聖霊を受けるとね、みんないろんな賜物が与えられる。いろんなその病気を治すこととかね、精神がよく分かるとか、さまざまな奉仕ができるとか、もういろんなことがね、もう今までと違う。みんなもらえるんですよ。それから中に特別にね、その神様の霊というか賜物をいただく人もいるわけです。その中に癒しの賜物というのは、あるいは予言する賜物とかね、教えの賜物とかね、特別に与えられた人はね、もう本当にすごいな、誰もが思うようなものになるわけですよね。誰もが思うようになるということはね、もうどんな人の部分もなってまうわけや、うん、全然信仰あれへん。他のものが信じてない人も、何じゃ片っ端からなってまうということが起きるわけです。イエス様の場合ね、あまりにもすごい働きだったからね、だからイエス様は信じへんまで結構曲げてくるんだと思う。ちょっと様子見に来て、何やってんだろう、ちょっと喉きに来たりっていうね、ちょっと一緒におったら、なんか面倒見いただけちゃう、分かっても分からんでもね。だって、集まってきて、病気全部なかったっていうのは、患者の子が書いてあるわけ。ね。そう、普通やったらですね、信仰がなかったら治らんとかね、信仰がなかったらね、神様の恵みいただけないっていうのがね、その考えですよ。ね。だけど聖書読んだらね、もうみんな治ったって書いてあるんだから、すべてのものが癒される。ということは信仰なしはないとないと思うで、何もいただいたということでしょ。それはね、すごい働きが起き出すとね、そういうことになるんですよ。だって目の前でね、何も信じてへん、ええ加減な人がね、あんなええ加減なやつが、なんであんな救われるんやろ、あんなええ加減なやつが。で、元どうしようもない不良が、どうしようもない薬剤屋さんが救われてしまった。え、それだけでもみんながね、信仰について疑いを持つという逆になったりしてね、いろいろなことになるわけです。だけども、あんまりそれはすごかったね。それで信仰が出てくるんだよね。目の前で奇跡を見ればね。信仰が出てくる。もう信じたぜ。信じたと得ないわけやから。あんなええ金のやつがね、もうクッと変わって、もうまともな人になる。もうええ金のことばっかり。まあ、世の中にはもう本当に腹立ったしね、もうええ金のことばっかりする人が多いですよ。もう妙な人もあえてするんだと思うね。もういろいろな人です。だけど、そんな人まで全部神様が信じて、もう全くもう変えられちゃって、もう不思議にね。イエス様のことを伝道する180度変わる、ね、そんな人がどんどん出てくる。そしたらもう信じざるを得ないでしょ。信じる気がなかったって信じざるを得ない。それが神様の働きですよ。神様はね、もういよいよね、最後のリバイバルをもう日本に起こそうとしておるんです。おられます。どう考えてもね、もう神様はもう世の終わりに終わらされますからね。この世の終わりが来る。もう必ず来る。まあどう考えてもあと20年も3年もたいなと思ってるんですけどね。で、神様はこの世を終わりにされる前にリバイバルというのを起こされる。で、リバイバルというのはどういうことですか。信仰を復興させる、ね、再び生かされるというか、そういう時が来る。ホールにそのリバイバルというのがね、今から80年ほど、9年前から起きたね。それはその、満州事変のちょっと前ぐらい、昭和6年、5年ね、起きたわけです。その前に、関東大震災が起きたんだな。関東大震災が起きてもう10年ぐらい経ったとかな。それからその、
大リバイバルが起きる頃に満州事変があったりね、いろいろあって、人間ぼーっとしとられへん時代になってきたわけやな。でもう日本中大飢饉になってね、東北地方の方から冷害とかなんかあってね、たくさんの人が死ぬのね。あまりにもひどいそういう農村の状態を見てね、それでまあいろいろ頭にくる人っていこうってね、もう今の政府は何をしとくか、まあ、あんなダメな政府ね、あんなあかんたるのね、どうにもならんやつがね、もう政治処理をね、あんな政府はもう倒さなくっていうね、ということでいろいろ事件が起きるな、クーデターじゃな、軍部のクーデターですね、起きる。そういった騒乱の時代になってくるわけよ。ですから、なんか今もね、なんかあの今からそういう、今から80年、90年前ほど前に起きた時代と言われた時代になってきたなとはもう非常に思うんやけどね。で去年もね、何度も聞いて、も1年間もずっと聞いてたよ、地震の話な。地震と津波の話、それからその放射能の、原子力発電所が爆発してね、それで放射能が漏れたというね、今までにその影響があるという話で、いっぱい聞いとってるでしょ。それから、明日やな。何回見してると思うのかな、明日、もう聞いとってでしょ。明日の7時半ぐらい、ね。太陽の真っ暗けど、真っ暗け。日食。ね。日食って知ったでしょ。月食はよく見たことある。月食は時々起きる。太陽じゃなくて月がね、真っ赤になるね。ところが、日食ってあんまり来たことない。あんまりないね。それで、時々世界の隅っこの方ではね、日本の場合は北海道の端の方とか沖縄の端の方でちょこっとね起きたことあるんだけど、なんと日本列島のど真ん中でダーンと起きて、それがもう8000万人ぐらいが見れるというね、そういう、まあ、日食が起きるというね、それが923年分の話ということが、ね、言われてるね。明日の朝からね、あの民放でその話いっぱいすると思うよ。ああでもない、こうでもないってね、いっぱいすると思うわ。だね、まあ、太陽がね、朝からですよ、真っ暗けになって夜になると。ね、そしたらこれ何を意味してるんだろう、これ不吉なことを表してる。これは恐ろしいことが起きるんだな、でもみんな思ったな。ね、これは神様のやっぱり、その単なるその人間が想像して、いろいろ言うよ。だから、中国ではね、天狗が太陽を食べようねって、天狗が太陽を、ね、食べ始めたというね、それから北欧の方で狼がね、太陽を食ってるとかね、追っかけてるとかね、そんな変化でね、いろいろ調べたら書いてある。そう、それはなんかね、日本の場合はね、日本の天皇家の、皆さんの若い人知らないけど、天皇家のご先祖さんは天照総御神と言ってね、天照総御神というのは太陽の名前というね、考え方、まあ、人って、まあ、昔の人はね、昔の人は、ね、常識何回も言ってるけど、まあ、最近の人はそんな話全然知らないかもしれない、ね、太陽が真っ黒になるということはね、日本の国がもう終わりに来るから、ね、だって日本人が神様みたいな思うてるもんがね、真っ黒になるわけやからね、もう世の終わりが来るんかなと思わないですか、ね、そういうことを通して神様はもう世の終わりが近いんだということをね、なんか教えようとしておられると思います。で、この27日はね、ペンテコストですからね。ペンテコストというのは今度の日曜日ね、これ書いてますよ、書いてますように、今度の日曜日はペンテコストね。ペンテコストというのは神様の霊が下った最初の日です。神様の霊が下ってみんなが異言というか、新しい言葉とか、その予言とかね、語り出したわけ。なんだか神様の霊がバーンと下ってね、みんなうえー言い出したというね、そういうことが起きた。そこから全世界にキリスト教が広められる大きな転換の出来事が起きたわけですよね。そのことを記念する日はこの日曜日です、ね。ですからそれを私たちもお祝いしてですね、その話もしますし、今後は洗礼式を
洗礼式ですね。洗礼権が受けたいと思う方ね、申し入れてください。いい機会ですからね。あなたはいつ洗礼を受けたんですか。強ったかな。とっつもおめでたいな、ですよね。ペンテコストの日に受けたんですよ。またね、思うのは、できると思うんですからね。もちろん、いつでも受けるチャンスはあるんですけど、特に聖霊が望まれた日はね、今ふさわしいんだと思ってね、今年もペンテコストの日にね、 日曜の礼拝の午後にね、洗礼式を行えたと思いますのでね、気合いだけ持ってきてくださったらね、洗礼をしたいと思いますんでね、その前にちょこっと勉強してね、神様のことを知って、洗礼のことについて学んでね、洗礼していきたいと思います。神様の恵みはね、本当にいただくための、ね、信仰の入門です。正式の入門ですからね、皆さん、お受けてくださいね。というような話はね、もうそろそろ終わりにしてるからね、 神様の霊が、霊が豊かに下って、みんなが作り変えられたね。それでこの心の精神のところがね、それはもう真似する人がおって、ね。それ真似してみたらね、最初は良かったんだけど、その霊に追い出した霊にやられちゃった。ね。で、秘伝になった。真似する、真似するだけでは、それは、奇跡が起きますから、恵みが、まあ、表面的には頂けるけどね、後の結果が良くない。ね。 パーッと逃げ出されるんだよね、やはったりね。まあ、それはそういう話ですね。だから、これ、祈祷しましょうね。信仰のない人がやった。それでも、そういう、その、意外なことをしてる人もね、ひどい目を合わせるということでね、みんな恐れを抱いて、イエス様の名前、主をイエス様の大いに仰られることになったんだよね。ということですね。それがその、間違った本、ね。 それが、魔術の本とかね、そういった信仰者とか、そういう、おかしな人たちが、ひどい目にあったら、そういうぐらいにね、そういう書物も焼かれてしまった。そういうことによって、ますます神様の死が広がったということですね。神様は奇跡を行われます。そして、神様は奇跡を起こし、多くの人を救える道がありますた。そういう時にはいよいよ、やっていくと思いますね。伝道様、あなたの身は、いよいよ甘められますと、ありがとうございます。 どうか神様私の教会にも、聖霊を注いで、神様の御業がいよいよなされ行われ、多くの人が救われることになりますように、病気の者を癒してください。そして問題を解決してください。みんな、あなたの心が信じることになりますように、このメッセージに感謝し、神様の御名によってお祈りいたします。